あの病院の駐車場なんです、長男の骨折の通院に来てて、でそれで、こっそり、<laughs> ひっそり、<laughs> なんか自分のためにね、音声残したこうだってすごい変な時間でしょ、8時30分、9時前。だからね、全然ね、お化粧もね、なんか超いい加減なのなんか <laughs> 自分で眉毛変とか思いながら <laughs> やってるんですけどちょっと自分のためになんか音声残しとこうかなと思ってちょっと残したくてなんかね今ここすごい駐車場のねあの出入り口付近に止めてしまってそしたらなんか30分ぐらい前に来たんだけどなんかねあのすごい駐車い満車ぐらいになっててしかもなんかすごい出入り口だから結構人の通りがあって <laughs> そんな中で そう車中でなんかねきあのインスタには上げといたんだけど昨日あとライブ配信昨日の夜もやってたんだけど、あのー、お金の本をねお「お金を愛する人のルール」っていうディマティーニ博士の本を読んだらすっごいなんか分かんなかったっていうかうすうす分かってたけど腑に落ちてなかったことがすごい腑に落ちてることがすごいブワーって増えてでなんかね なんか本当に全部自分で作ってたんだなって思ってなんかうんと子どもの不登校もなんか自分を何て言うんだろう自分を自分で生きていくために一番弱いところ私やっぱり家族とお金が一番弱いのねをつっついて自分っていう軸を思い出させるために起きてるしあと ううんと誰だろう自分であとは子供長男長男の骨折も実はね私薄々うすうす気づいたんだけどうっかり今度10月であの中3だから引退なんですよでこのままの私ペースでいくとなんか長男のことあんまり関わらずにこのまま終わるな長男と思ってたの <laughs> でああでも最後なんかサッカーの試合引退試合なんか見に行きたいなとか思ってたのよ そしたらなんか違う形で骨折っていう形でめちゃくちゃ関わってる中3長男とみたいなちょっとこれは願い間違えたなぁとか思ってんだけど <laughs> 長男巻き込みンみたいなねだしでなんか今日朝うんと夫がなんかもう次男のことね俺は信じられないとか言っててでちょっと前だと一瞬でそこムカッとしたんだよねなんか子供のことなのになんか信じられないとか言っちゃってなんか。 なんて言うんてうだろうそんななんかそんなグダグダ言ってんじゃねえよみたいな <laughs> ちょっとうまく言葉にならないんだけどなんか一瞬ムカッとしたのムカッとしたんだけれどムカッとしたんだけどなんかでもやっぱそれってその子供のことも信じらんないとか言ってんのってやっぱ私の一部だなと思ったしなんか要は。 なんかもう傷つきたくないっていう言葉の裏返しなんだなと思ったりとかしてそしたらなんかねなんかやっぱり私の一部なんだ全部がみたいな感じがあってなんかムカッとすることがうんと前だったら一番最初はねムカッとすることがすごい悪くて不快なことでまず蓋をするみたいな。<laughs> なかったことにする感じなかったことでパタンみたいな感じだったんだけどそれが素直にあムカッとしたなみたいな感じなんとムカッとしてそれにまたとらわれすぎないムカッとしたらもうまず攻撃みたいな <laughs> 感じだったのをんかそれに引っ張られなくなってすごいすっとああすべては自分の一部なんだなっていう方に感じられてすごく楽になる時間が早いし圧倒的に増えるなーっていう感じ。 とあとやっぱりな私昨日も言ったような気がするんだけどすごいやっぱりまだまだとか自分のことね大したことないって言いたい言いたくなるのよ、うん、なぜかっていうとうーんそう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 昨日も言ったなあのやっぱり家族のところにいる自分はまだまだ大したことないしすごいブレやすいし、えっと、お金を思った通りに自分が思ったら全然稼いでないってわけじゃないんだけど本当に3年前のあの 月パートで7万円の頃から比べたら全然お金もらってるのにそれでもやっぱりまだまだ大したことないって言っているそれはやっぱり未経を持っててできるっていうところをやっぱ薄々感じてるからっていうところもあるんだけどねだけどなんかそのまだまだ私はまだまだ私は大したことないっていうそのつぶやき <laughs> 自分に対する無意識のつぶやきがどれだけ自分をの首を絞めているか。 っていうのをもうやめねば <laughs> 昨日の本を読んで本当にもう最後の章は本当に圧倒圧倒的なのなんかもうね本当読んでほしい <laughs> また変化の星で進めてるみたいな感じなんだけどねすごい窓今閉め切っててエアコンつけ止めちゃったから汗かいてきたんだしそうなんかねみんなもう 目覚めていこうよそうやっぱ心の中の平安に戻って本当の目的通りに生きていこうそうじゃないとドラマを生むだけなんだな <laughs> うん絶の人たちってすごい分かりやすいなと思うんだけどその傾向がね振り回される傾向分かりやすいと思うんだけどいやみんな振り回されてるなって思ったうん うん、みちゃん読ん読で、うん、これね、いつも、ちさんミチささんんの方で読めミチさんも一緒に目覚めようよしさんおはようでごめんあのねゆきさんおはようなんかゆっくり配信したいんだけど今日自分のため配信だったので <laughs> ひっそりこっそりひっそりこっそり配信しました。長男を何も 思いついてね、あの、車に長男の制服をね、脱ぎたい、暑いから脱ぎたいって言って置いてきて、ついでに配信しちゃったので、長男には何も言わずにこの配信をしていて、9時から田中うきさんって、あの、前読んじゃった、呼ばれちゃうので、そう、ごめん、今日はあのー、合間配信、自分のための記録残しでした。<laughs> ごめんねー、ほんじゃまた。<laughs>